はい、ユッキーでございます。久々でございます。現在ですね、ちょっと飲酒動画をちょっとストップさせていただいてます。なぜかというと、ちょっとね、皮膚病の先生に、僕、ずっとジンマシンだったんですが、それのね、薬を、の先生にですね、酒はとりあえず、2週間ぐらいね、とりあえずやめなさいと言われまして、じゃあ仕方ねえなと。ということでね、禁酒しております。でですね、で、何をやろうかなと考えた結果、ちょっとコーヒーをね、飲み比べていこうと思います。今日はとりあえずですね、こちら、以前から気になっておりました缶コーヒーなんですが、僕はですね、全然缶コーヒーの味が全然わからない人間なんですが、あえてちょっと試させてもらいます。ワンダの、モーニングショットですね。こちらをレビューしたいと思います。それで、比較対象がないとわかんねえなと思ったんで、こちらビッグ A のですね、まあ、安缶コーヒーですね。いわゆる。ビッグ A というスーパーの、まあ、オリジナルブランド。こちらが値段50円ぐらい。こっちが80円ぐらいです。結構違うんです。こちらはちなみに朝日。朝日の、朝専用缶コーヒーとなってて、こっちは普通の加糖のね、やつでございます。まあ、僕、缶コーヒーはほとんど、飲まない。飲んでも大体微糖しか飲まないんですが、まあね、ちょっとね、このワンダの、どういう味が違うのか、ということで、飲んでいきたいと思います。焼きたて、挽きたて、入れたての目覚める美味しさ。毎朝のスタートにふさわしい朝専用缶コーヒーです。原材料名が牛乳とコーヒーと砂糖と脱脂粉乳と、デキストリンとガゼン NA と、乳化剤と香料と酸化防止剤、過去ビタミン C となっております。それでは、これとね、これをね、飲み比べていこうかなと。とりあえずこっち、このビッグ A の方を飲みます。乾杯。朝専用なのにね、夜のね、今22時です。乾杯。甘い。コーヒーはね、ほとんどね、缶コーヒーはね、俺、何に飲んでもね、ほとんど味、何か変わったのっていう人間なんで、よくわかんないんですよ。うん。では、こちら。乾杯。あ！こっちあれだな。あ、ちゃうわ。ちゃう。こっちの方がマイルドですね。こっちがなんか、なんやろ。なんかすっきりしてる。うん。なんか、コクっていうか、コクあんまねえな。コクっつうかこう、スッと入ってくる。なんか、口の中に。うん。こっちはコクがあるんだよ。のプラス甘い。こっちの方が甘い。結構甘くなさげですね。これ美味しいな。ああ。なんか、美味しいっつうかコクがない。簡単に言うと、コクがない。これ22時に飲んだら絶対に眠れなくなるの、これ。これあれだな。やばい。完全に寝れなくなるパターンだ。うん。こっちはね、いろいろなんかね、ミルクが結構ミルキーで甘い。こっ
こっちの方が断然甘いですね。こっちの方がスッキリしてて飲みやすい。そして、こちらとも比べてみましょう。ジョージアのエメラルドマウンテンブレンドです。こちらがですね、一粒一粒が手摘み、高級豆エメラルドマウンテン仕様というかなり有名なブランドなんですが、こちらは原材料名が、牛乳、コーヒー、砂糖、香料、ガゼイン NA、乳化剤となっております。それでは飲んでみます。乾杯。ちょっとね、こっちの方がね、コールド品になってて、こっちとこっちは常温なんだけど、こっちコールドなんで、まあ、やっぱね、コールドなんで甘くないね。冷えてるから。俺基本的に微糖しか飲まないんですよ。さっき言ったんですが、コールドだとね、これでもいけるわ。冷えてれば。冷えてるとほら、味覚ってさ、あれさ、甘いの感じない、あんまり感じないじゃない。だから、熱いと、結構甘さって感じるんだよ。だから、熱い場合は、ホットの場合は微糖じゃないと、ちょっと甘すぎて、甘ったるくて飲めないんだけど。冷えてれば全然、いける。そして、若葉を吸いながら。でもさすがだね。さすがだね。こっちの方がなんか甘ったるい。ものすごい甘ったるい。やっぱビッグ A だけあるね。さすが朝日。有名なブランドだけあるわ。でも、ワンダーって、かなり、そこまで、ブランドとしては、あれなんだよ。値段としては安いんだよ。これが、このジョージアとかになると、高いんです。だから値段的に言うと、ジョージアが一番高いんだ、多分。ジョージアとか、あと、ファイヤとか、キリンファイヤとかさ。俺よく飲むのはキリンファイヤーの微糖なんだけど。あれ美味しいよね。ワンダはそんな飲まない。でも値段としては、こっち、一番安いのはこれです。あ、二番目これ。ジョージアは高い。ブランドとしてはジョージアは高い。エメラルドマウンテンブレンドは、なんか、かなりスッキリしてる。だから、ほとんど甘さもほぼないね。ほぼないっていうか。そんなに感じないもんね。ワンダより多分感じない。これ多分冷たいからなんだろうけど。おそらく。でもこれも美味しいですね。朝専用。まあ、すっきりして飲みやすいっていうのが特徴かな。それに対してこのビッグ A の方は、甘すぎる。で、なんか、
あ、まどろっこしい、まどろっこしい味だよね。なんかね。なんかこう、のぺーっとしたなんか、味がする。すっきりしてないんだよ、結局。で、一番どれが好きかなっていうと、やっぱ冷えたやつが一番うまい。冷えたこれが一番うまい。これでワンダを冷やしたら結構どうなるのかっていうのも、まぁ、ちょっとわかんないんで。まぁ、でもとりあえずこれとこれを比較したところ、はっきり違いが出ますね。同じ常温で、温度も一定にして。やると、ものすごい、わかりやすい。うん。ので、まあ、まあ、ビッグエルホ3、三つ星にして、ワンダー4つ星にしとくか。ということでご視聴ありがとうございました。